金町。金町は、沖縄県国頭郡にある町である。沖縄本島中央部の東海岸に位置する。国頭郡最南端の自治体である。金湾に面し、対岸に、カ連半島、平安座島、宮城島、池島を望む。北側は、女竹志連山を挟んで、女村と接する。面積の約60%を、米軍用地。 キャンプ温泉が占める。いずれも町指定文化財である。2015年1月末日現在、人口1万1468人、男5637人、女5784人、世帯数5137個。65歳以上の人口比率は、本土復帰前の1970年には7.5%で、 あったが、2010年には23.1%に増加しており、全国平均25.1%と、ほぼ同様の高齢化傾向が見られる。現在の緊張に該当する土地には、貝塚時代から人間が暮らしていたことが分かっているが、金の地名がいつ頃発生したのかは不明である。1501年に建てられた第二直家の両母玉両、玉うどんの碑文に、金の暗示。 金のアジという国名があることなどから、少なくとも15世紀末頃には支配者がいて、金まぎりがあったもと推察される。1564年以降は、第二直し、王道交代なお、元王の三男なお久を元祖とする金五天が統治を収めたまぎり時代の金竹は、現在の金町、女村、儀野座村、名護市の一部にまたがっていたまたがり、紛り番所は奇仙丸、 現在の金町と女村にまたがる地域に置かれていた。1673年に女、ゼラカキ、ヤフソ、仲間の四集落が女紛りとして、久し、辺野古の二集落が久し紛りとして、金紛りから分離した。これにより、こちら、儀の座、総景、観が、波里、金、伊ゲえ、やの八集落が金紛りの領域となったコチら、ギノザ。 総計、神奈は、現在の義ザム村。議員定数16。インターネットで議会のライブ中継及び過去の議会。平成25年2月臨時会以降の録画映像を配信している。沖縄県警察石川警察署管内。町内に、近郊版を置く。近畜消防本部管内。各小学校に、町立の幼稚園が付属している。町内に高等学校はない。 金竹中学校を卒業した生徒の主な進学先は沖縄県立義野座高等学校、沖縄県立石川高等学校など、緊張には中川区、波里区、近区、伊芸区八角のご行政区がある。各行政区は多市町村の町内会や自治会に相当する任意団体を組織しており、いずれも公民館等に区事務所を置いている。 区民が選挙で選出する区長によって代表される。町民は自らの居住する行政区を基本単位として地域活動を行っており、子供会、青年会、婦人会、老人会などの地域団体は行政区単位で組織される。各区の下には広報物の反布などを目的として任意に分けられた単位である藩が置かれる。藩は バルなどの小技に必ずしも一致するものではない。班長は、町や区などが発行する広報誌やチラシを、班内の各世帯に配布する役割のほか、年1回行われる地域行事、腰、串行くいが行われる地域では、その主催を担っている。中川区、波里区、近区の3行政区は、大技としては、時金に属する。したがって、 住所上ではいずれも、緊張技禁番地となり、区別されない。なお、イゲーは、ジイゲー、ヤカ区は、ジ、ヤカの大技にそれぞれ属する。ナミサトとキンクの境界は、住宅密集地にあり、また、両区の出身者が、境界付近に転することにより、飛び地として認定されることもあるため、両区の境界は、必ずしも明確でない。キセンバル区は、近町と、 女村にまたがるが、緊張部分は、金区に属する。菊などの牡蠣類、サトウキビ、マンゴーなどのフルーツのほか、豊富な水資源を活用して、タイモや米の栽培が、盛んに行われている。紅茶、緑茶も生産されており、紅茶は株式会社沖縄ティーファクトリーにより、琉球紅茶として販売されている。町が出資する、第三セクター。 株式会社キノコセンター金竹が、ブナシメジの生産を行っている。刺し網、一本釣りハエナは、低地毛、海面養殖などの漁法により、マグロ類、ブダイ類、ハタ類、イカ類、タコ類、海藻類などが水揚げされる。金魚港内には、モズクの種病供給施設、同漁港近くには、海ブドウの養殖場がある。また、波里区の復元園地内には、 うなぎの養殖場もある。緊張産のうなぎは、かば焼きとして、スーパーで販売されるほか、那覇市内の和食レストラン等で提供されている。キャンプ温泉第一ゲートの正面一帯は、米兵向けの歓楽街、深海地が栄えている。深海地のパーラチサトで生まれたタコライスは、沖縄を代表する B 級グルメとして定着している。 豚肉に豚の血液を混ぜて炒めた料理、シーリチャーが、地域行事や家庭の祝い事などで食される郷土料理として親しまれており、町内のいくつかの食堂などで提供されている。近年は、特産のタイモを利用したパンや、チーズケーキなどのタイモスイーツや、禁酒造のタイモ焼酎など、加工品の生産も盛んに行われている。町の北側の山林には、 県内最大規模の実弾演習が行われる米海兵隊のキャンプ運船が広がる。近未先には、水陸療養者の訓練やヘリコプター着陸隊として使用される、金ブルービーチ訓練場がある。また、金区、障子、浜田原の海岸には、金レッドビーチ訓練場があり、乗船訓練等に使用されている。中川区、障子、源玄にあった。 銀丸訓練場は1996年の SACO 最終報告に基づき2011年7月に返還された。キャンプハンセンの大部分は1906年に各部落が政府から払い下げたソマ山であり、その使用にかかる収入は休館による緊張交有財産の管理等に関する条例に基づき各区の入会権者で構成する部落民会。 並里財産管理会、金竹入会券社会、異形財産保全会、八火財産管理会と町が分集金という名目で接半している。各部落民会に支払われた分集金は、各行政区の活動補助金に充てられるほか、ところ属する会員、入会券者に配当される。会員資格は各部落民会の改則で定められているが、いずれも概ね、 ソマヤマ払い下げ当時に当該地区に居住していたものと現在も当該地区に居住するその子孫、世帯主とされている。ソマヤマの払い下げから40年後の1946年に並里区から分離して新設された中川区には配当を受ける資格のある入会権者が存在しないとされ、ブラック民会がない。文集金収入がない中川区と その他の行政区との財政格差を補うため、町は中川区に補助金を交付している。BT= イコールバスターミナル、歴代優勝チーム、プレ、2007年レキオス FC、第1回、2008年相馬プライア、第2回、2009年相馬プライア、第3回、2010年相馬プライア、第4回、2011年高所卓球クラブ、第5回、 2012年オッタマゲーター、レキオス FC の主力選手を中心とした日本、代表選抜チーム。第6回、2013年オッタマゲーター。第7回、2014年ソーマプライア。第8回、2015年ドルソーレキタ九州。第9回、2016年ドルソーレキタ九州。第10回、2017年 BSC アカシアレイア。第11回、 2018年東京ベルディ BS。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。